箱根駅伝、袋、3日、箱根町足の子駐車場、大手町。最終10区で10位に食い込み、9年ぶりのシード権を獲得した大東大。アンカーを務めた佐々木正人、3年、がレース後、X に投稿した感謝の言葉が駅伝ファンの大きな反響を呼んだ。鶴見中継所から並走した神奈川大、坂井武重、2年。 に向け、ずっと一緒に並走してくれた神奈川大学の酒井くん本当にありがとう。と感謝の思いを綴り、一緒に声かけ合ったり、引っ張り合うのすごい楽しかったです。とレース中の様子も記した。大東大は佐々木が助けを受けた時点で11位だった。それでも佐々木が区間7位となる1時間10分でゴールテープを切り、東海大を逆転。 通る直後には仲間と抱き合い、涙を流した。酒井は10秒差の8位。互いが引っ張り合ったことで最終区の逆転劇が生まれた。ファンも本人たちから出てくるこういう話いいですね。スポーツで生まれるこういう絆っていいよな、スポーツの素晴らしさお疲れ様でした。素晴らしい友情ですね、と書き込み。 中継で各大学監督の声が響いたこともあり、選手の後ろで運営管理者から声かけする各大学の監督も並走するライバルへのリスペクトがあるのよね、といった感想もあった。